さて今日はサンクスギビングデーです。ニューヨークではこの後東部時間の午前9時から毎年恒例のメイシーズサンクスギビングデーパレードが行われます。毎年350万人が訪れるメイシーズサンクスギビングデーパレード、今年は大小合わせて50個以上のバルーンが登場する一大イベントを前に、昨日マンハッタンのセントラルパーク横でパレードの準備、バルーンを膨らませていました。 It's really, really cool. 今年パレードに新しく参加するのはミッキーをモチーフにしたキャラクターコンパニオン、ディズニーでアニメ制作チームの一員として働いたことがあるアーティストカーズのデザインです。He really understood what we needed, and his balloon is absolutely perfect. His alter ego companion has come to life. It's the single biggest art piece he's ever done, and he really is like a kid in the candy store when he sees it. 初登場のコンパニオンがどのように宙を舞うのか楽しみなパレードですが、実は一時開催が危ぶまれたんです。Yes, well, the city was certainly hit very hard, and at any time in the city when the city needed help and needed a reason to smile, I'd like to think that Macy's was there. We're going to put on a best parade that we can and give them a reason to smile. Macy's はハリケーンサンディの被災者5000人をパレードに招待するということです。Macy's サンクスギビングデーパレードは今日、東部時間午前9時にマンハッタンセントラルパーク横のセントラルパークウェストと77丁目からスタートします。そのままセントラルパークウェストを南に下り59丁目を左折します。今年はここからルートが変わり、例年のように7番街ではなく6番街を南下して34丁目まで練り歩きます。ゴールは34丁目と7番街のメイシーズ。主催者によりますと、パレードを見るおすすめのポイントはスタート地点付近のセントラルパークウェストの西側ということです。このパレードの模様はテレビでもご覧いただけます。この後全米各地で午前9時から NBC で放送される予定となっています。そしてもちろんこの番組 FCI モーニングアイでも明日パレードの様子をお届けする予定でおりますので、そちらの方もお楽しみに。